ダラーラ BMS189 は、ジャンパオロ・ダラーラとマリオ・トレンティーノが設計したフォーミュラ、ワンカー。BMS スクーデリア・イタリアチームが1989年の F1 世界選手権で使用した。BMS189 の最高成績は、アンドレア・デ・チェザリスのカナダグランプリにおける第3位である。BMS189 の他に F189、F 189と表記されることがある。ダラーラ BMS189 は、ジャンパオロ・ダラーラとマリオ・トレンティーノが設計し、BMS188 の後継者として、ダラーラが製作した。エンジンは、ハイニ・マーダーがチューンした、コスワース・ DFRV8 エンジンを搭載し、タイヤは3年ぶりに復帰したピレリを装着した。1989年シーズン。 BMS スクーデリアイタリアは二大体制に拡大した。アレックス・カフィが残留し、経験豊富なアンドレアでチェザリスが加わった。カフィは昨シーズンポイントを獲得することはできなかったが、チェザリスはリアルで3ポイントを獲得していた。そのためカフィはシーズン前半予備予選に回らなければならなかったが、良い車とピレディの強力な予選用タイヤもあって、若い。 イタリア人ドライバーにとって問題にはならなかった。開幕戦でチェザリスは予選15位、決勝はエンジントラブルでフィニッシュできなかったものの乾燥扱いで13位となった。チェザリスのベストレースはカナダグランプリで打点のレースであった。予選は9位で決勝は3位となった。これは彼にとってシーズン唯一のポイント獲得となり、 スクーデリアイタリアにとっては初の表彰台となった。次戦のフランスでは予選落ちを喫したが、その他のレースは大半が予選を注意で通過している。一方のカフィは開幕戦ブラジルで予備予選落ちし、この他にも第8戦イギリスでも予備予選落ちを喫した。しかしこの他のレースでは通常、チェザリスよりも上位で予選を通過し、いくつかのケースでは グリッド上位を記録している。第10戦ハンガリーでは、ウィリアムズのリカルド・パトレゼ、マクラーレンのアイルトン・セナに、次行く予選3番手をマークするなど速さを見せたが、決勝ではポイント外の7位に終わった。カフィは結局シーズンにおいて、ポイントを獲得したのは2回で、モナコでの4位とカナダでの6位であった。カナダは、スクーデリア・イタリアの2人のドライバーが共にポイントを獲得した。 唯一のレースとなった。カフィとチェザリスは共に4ポイントを記録し、ランキング16位となった。カフィはこれらのポイントを得たことで予備予選を卒業し、シーズン後半は予選からの出場となった。スクーデリアイタリアは参戦2年目でコンストラクターズ8位を記録した。ありがとうございます。